カレーパスタを作ろうと思います。よろしくお願いします。はい、今タイマーで3分、レトルトのカレーを温めました。塩をちょっと入れます。パスタを、茹で始めます。パスタを炒めましょう。パセリを投入します。今ですね、茹で上がったパスタをあらかじめオリーブオイルで炒めておいたニンニクに絡ませ、そしてパセリを加えたところでございます。はい、あとは先ほど温めておいたカレーにカレーを乗せて終わりです。